あと、まあ、第3点として申し上げられるのは、これは先ほどその軸をまあ超えた、うん、はい、視点で書かれているということを申し上げましたけれども、その役割を負うのは、天使の3人なんですね、うん、ここに天使が生まれてくるんですけれども、はい、書かれているんですけども、天使は3人出てきて、そして、最初、オペラの冒頭を開けるのはその3人の天使なんですね、はい、で3人の天使は、ね、何を言うかというとですね、いつもね、現代の社会をですね、現代文明ですねというものをですね、非常に国家を否定的に語るんですよね。ですから、もう空港をぶっ壊してしまえとかですね、あるいはパーキングをね、ひっくり返してしまえとかね、そういうこうところから始まるんですね、現代文明。そして緑へ戻れ、緑のあの領地へ戻れというようなことを言って、このイントロダクションが始まって、そして中枢にバーッとこう行くんですね、うん、そして第2番目に3人の、天使が出てくるところでは、旧約聖書の創世記みたいなですね、創世記みたいな部分ことを言うんですけども、それも非常に人間の、何が生まれ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 っていうのはネガティブネガティブネガティブに、まあ、言っていくんですね。そしてその天使の役割っていうのは何にからまたこれ出てきてるかっていうとですね、これはベンジャミンとそれからクランプがですね、両方インタビューで言ってることなんですけども、このネガティブな天使の象徴っていうのは源をたどりますと、パウル・クレイがですね、天使をいっぱい書いてますよね。で天使いっぱい書いてるんですけど、その中にアンゲルス・ノーブスといういわゆるその新しい天使というのがあってですね、その天使の像を見てみると、もうガッと目を見開いてですね、翼がこんななって開きっぱなしになって、そして足はもう宙に浮いていて、そして髪はもうこんななって荒れていてですね、でその絵をずっと持っていたのがベンヤミンという哲学家なんですね。で彼とパウル・クレイは同じ1940年、いわゆるそのナチスの真っ只中で亡くなるんですけども、それで、クレイの方はドイツでカンディンスキーなどに呼ばれてですね、講師をしてたんだけども、結局大敗芸術という烙印を押されて、自分の生まれ故郷スイスに戻って、大変なやっぱり経済的な困難の中で病に倒れていくんですけども、その中でずっと天使を書き続けている中に、その、一方ベンヤミンはやはりこう逃亡していく、その彼の場合にはその、思想的な問題というのが一番問題視されて、ドイツからまず逃げざるを得なくなった時に、この絵をもう後がないと思った時にイスラエルのお友達に渡して、それで自分は森の中で逃亡した時に亡くなっちゃうんですよね、森の中で亡くなるんですよね、という大変悲劇的な死を。でそのベンヤミンがその購入たまたま購入したその、新しい天使というですね、アンゲルス・ノーブスという天使の像を見ながら、その見開いた目、もう完全にこう止まってしまった翼というのが天使というのは、こう過去を蘇らせてくれる人ではなかったのかと、あるいはその天使の周りに今あるのは瓦礫の山々ではないかというようなことをですね、彼自身 感性で分析しながらこう文章にしてるんですよね。そしてこの瓦礫の山々というのはこれこそ進歩の象徴ではないかというようなことを言うわけですよ。ですからこう進歩というものの、まあ、否定というかですね、というのをこの作品の中では天使に語らせるんですね、はいはい、ですから私たちの周りにあるもの、ですから、そのベンヤミンの当時の瓦礫というのは、まあ、おそらく
2つの大戦を経験したという20世紀前半の瓦礫の集積であっただろうし、それから私たちの時代のこの瓦礫というものをベンジャミン、このベンジャミンですね、ベンヤミン、ベンジャミン、あ、これも結ばれてますね、これ綴り同じですね、ベンの女ですよねというこの今生きているベンジャミンがですね、その天使にこう瓦礫というのを言わせた時には、私たちの周りの、瓦礫に値するものというか、私たちがクリエイトしてきたのだろうかというような、一つの疑問ですね、あるいはその人間の、歩みとしてね、もちろん緑の中に帰ったんだけど、緑の中でさえもその瓦礫というのは、ずっと作り続けられてきたのではないかというような、その、ある意味でのフィロソフィーというのがこのリトモスキンのまたその思想としての底流にはあるということですよね。ですから、トリスタンとイゾルデをぜひ見に来てくださいということと同時に、その中世のヨーロッパの歴史の流れの中でこの音楽を捉えてくださいということと、それから天使が私たち自身をどん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 否定していく、その元になった悲しいパウル・クレイのアンゲルス・ノーブスを頭の中に入れて聞いていただきたいっていう、こういうことですね。ありがとうございます。もう大体言い尽くしていただいたっていうか、本当これ中世のもう春夏秋冬の文字読みの世界からベンヤミンまでっていう、ものすごい、なんて言うんだろう、つまりインテリだとちょっともうみんなもうオペラにもう参りましたみたいになっちゃうようなネタをこれだけ振ってあるのは、確かに今ご説明いただいた通り、ちょっとなんて言うんだろう、多分東京に住んでいるインテリだったらこれを聞かないと恥ずかしいだろうみたいな、これを聞かないと、これを聞かないとインテリじゃないみたいなね。ぜひね、新作のオペラっていうのはですね、一回聞いてもね、なかなかこう、ああそうか、ああそうか、ああそうかと思うとか、でもあれはどうだったんだろうな、これはどうだったんだろうなってまた思うんです、思うんですね。ですからね、一回見た方はぜひ二回ご覧いただきたいし、2回目を見た方はぜひサントリーホールに向かって、じゃあ3度目のまた来年もやってほしいと、そういう声を届けていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。